地獄少女地獄少女の登場人物、地獄少女の登場人物では、テレビアニメ、地獄少女シリーズを呼び、それを原作にして、漫画、テレビドラマ、小説、ゲーム作品の主な登場人物について詳述する。声は、テレビアニメ版で演じた、声優、縁は、テレビドラマ版で演じた、俳優、舞台版で演じた、俳優、映画版で演じた俳、じた俳優の順。なお、 各話で登場した依頼人及びターゲットに関しては各作品の項を参照。愛が使うパソコン愛の代表的な三人の使い魔。主に地獄流しの依頼者やそのターゲットの身辺調査などを行う。使い魔とはいえ、愛に拾ってもらってからは彼女への服従と信頼と忠誠心や人間だった時期からの死後の他にもそれぞれ独自の思考や感情を持つ。 それぞれ通常時の人間体、妖怪変化体、わら人形体と三つの姿に変化する。人間体時には特殊な術を用いているため、普通の人間からはたとえ以前にあったことがあったとしても、同一人物だと気づかれない。また、たとえ気づけるものであってもその人物が記録した写真などに干渉し、それを消去することもできる。わら人形体は、愛が、 地獄通信で依頼をしてきた者に契約を結ぶ印として手渡し、地獄流し発動まで依頼主に帯同する際のみに用いる特別な変化体。人形の首部分に結ばれた赤い糸が解かれると変化した使い間の裏に、聞き届けたりというセリフが響き渡り、正式な契約が結ばれた胸を依頼者に告げる。第1期では、 依頼にあたる際には入道しかわらひと形態に変化せず、他の二人は愛と行動を共にすることが多かったが、二子語では他の二人も不定期にわらひと形態へ変化し、依頼に随行している。また、第一期ではほとんど描かれなかった三わらが妖怪化して、愛のもとに加わるまでのエピソードが明かされている。三かな絵から、酔いとぎ最終話までは、新規に山わろが加わっており、 この間は、四、わらとなっていた。その後、山わろは、酔いとき最終話で、愛のもとを離れて、未知るの使い魔となっているため、本節では、第一期からの慣例に従い、三わらとする。テレビドラマ番主、桂の登場人物地獄少女主、桂登場人物を参照。最河原の私立、第四中学校最河原の死の住人妙演の、 登場人物地獄少女未応援ゲームオリジナルの登場人物を参照。ありがとうございます。